ニカラグア、ニカラグア共和国、ニカラグア共和国、通称ニカラグアは、中央アメリカ中部に位置するラテンアメリカの共和制国家である。北西にホンジュラス、南にコスタリカと国境を接し、東はカリブ海、南西は太平洋に面している。また、カリブ海にコーン諸島やミスキート諸島を領有している。首都はマナグア。ニカラグアは、 競技の中央アメリカで最も面積が広い国である。1936年から1979年まで続いたソモサ一家の独裁政治とソモサ独裁に対するニカラグア革命後の内戦のために開発は極めて歪な形でなされ、そのために国民所得や識字率などが中央アメリカでも未だに低い水準にある。正式名称はスペイン語で、 レプブリカでニカラグア、通称は、公式の英語表記は、ベー、エーリパブリック・オブ・ニカラグア、ニカラグア、通称は、日本語の表記は、ニカラグア共和国、通称、ニカラグア、ニカラグア、ニカラグアと表記されることもある。国名は、現在のニカラグアの地に勢力を保っていた、先住民の一つ、ニキラノ族の主張が、 その由来となっていると言われている。ヨーロッパ人の到達以前のこの地には、軽の所属が居住していた。現在のニカラグアは、北方からトルテ家族、アステ家族がやってくる、中間点で、相互の影響により、豊かな文化が形成され、美しい陶器や石像を今に残している。また、それゆえに、アステ家帝国最南端の公易所があり、 中米地境の北と南をつないでいた。1492年にクリストーバルコロンがアメリカ大陸を発見してからはアメリカ大陸全域がヨーロッパ人の侵略にさらされたがニカラグアもその例外ではなかった。1502年にコロンに発見されたニカラグアではインディヘナが集団回収する事件などもあった。中央部のニカラオカリ 現在のリバス付近を本拠とするインディヘナのニキラノ族の主張が侵略に立ち向かった。それゆえ、この地域一体を総称し、ニカラグア、ニカラオの地と呼ぶようになった。しかし、このようなインディヘナたちの抵抗にもかかわらず、スペイン人征服者のフランシスコエルナンデス・デコルドバ、コルドバは現行の通貨名となっているに征服され、以後ニカラグアは、他の周辺地域と同様に、 スペインによる過酷な支配下に置かれることになった。こうして植民地になったニカラグアでは、金鉱山やカカオ栽培等にインディヘナが奴隷として過酷な労役に刺激され、ヨーロッパから天然痘などの薬病が伝播すると、虐殺や奴隷化の対象となったインディヘナ人口は絶滅に近いほど激減した。インディヘナがほぼ絶滅すると、代わりにアフリカ大陸から 黒人奴隷が投入されるのも、ラテンアメリカの他地域と同様であった。その後、ヌエヴァ・エスパーニャ副王領の下のの一部として管理下に置かれ、農業や牧畜業が営まれたが、ニカラグアは、中米では、ホンジュラスやコスタリカと並んで開発が立ち遅れた地域だった。また、植民地時代を通じて、次第にメスティーソが増えていった。スペインの影響力が発揮され続けた。 太平洋側とは異なり、植民地時代を通して、カリブ海側は、イギリス海賊の襲撃が相次ぎ、カリブ海側の先住民ミスキート族の王国は、イギリス領ホンジュラス、現在のベリーズのように、イギリスの影響力が強まることになった。19世紀前半には、インディアス植民地各地のクレオジたちの間で、独立の機運が高まった。 1789年のフランス革命以来のヨーロッパの政治的混乱の中、ナポレオン戦争により1808年から、スペイン本国では、フランス皇帝、ナポレオン・ボナパルトがボル・ボン・朝のフェルナンド7世位を退位させ、兄のジョゼフを、スペインを補正一世として即位させると、それに反発する、住民放棄を契機に、スペイン独立戦争が勃発した。 インディアス植民地は義王への忠誠を拒否した。1811年から独立闘争が本格化し、1821年9月15日にが独立するとニカラグアもスペイン支配から解放された。中央アメリカ諸国は1821年9月16日に独立したアグスティン・デイトルビデ皇帝の第一次メキシコ帝国に併合された。 1823年のメキシコ帝国の崩壊に、伴い旧グアテマラ総官僚の五州は、中央アメリカ連合州として独立。1824年には、中央アメリカ連邦が成立した。エルサルバドル出身のが、中米連邦初代大統領となるが、独立後すぐに、政治的混乱を起こした。フランシスコ・モラさんをはじめとする自由主義者のエルサルバドル派と、 ラファエル・カレーラをはじめとする保守主義者のグアテマラ派の内戦の中で、モラさん率いる政府軍がグアテマラの戦いで敗れると、1838年に中米連邦は崩壊した。中央アメリカ連邦が崩壊して再独立した後は、他のラテンアメリカ諸国と同じように、ポーランドズ・ウォーキと PC の対立が先鋭化した。連邦崩壊後は自由主義派のレオンと保守主義派の グラナダの主導権争いが続き、両者が独自に大統領を擁立する中で、中央政府はしばらく存在しなかったが、1853年に、グラナダ出身の保守主義者が選挙によって大統領に就任すると、混乱はようやく収束したかに見えた。しかし混乱は続き、1854年12月に、アメリカが州国南部人で、傭兵出身の冒険家、 ウィリアム・ウォーカーが、ニカラグア自由党の傭兵として上陸し、レオンの自由党とグラナダの保守党の内紛を利用して、支配権を掌握した。ウォーカーは、翌1856年6月、自ら、ニカラグア大統領に就任した。アメリカ南部のテネシー州出身で、カンカリブ海帝国を建設しようとしていたウォーカーは、英語を公用語として強制し、 すでに、ニカラグアでは廃止されていた、黒人奴隷制の復活を布告し、さらには、アメリカが州国人の土地取得を有利にする法律を制定した。中央アメリカ諸国はこの許に対し一致団結して、当たりが始まった。イギリスやバンダービルド財閥の支援を受けたコスタリカを主体とした、中央アメリカ連合軍は、で、ウォーカー軍を破り、1857年に、 ウォーカーは打倒された。先の国民戦争でウォーカーを招き入れてしまったことが、あだになり、以後の自由党はしばらく勢力を失い、その後しばらく保守党政権が続いた。1893年、自由党のが政権を握り進出を始めた、アメリカ合衆国資本の援助を受けて、鉄道建設などを実行した。1894年、セラヤは、イギリス領だった。 大西洋側の合衆国の指示のもとに併合し、ニカラグアは太平洋と大西洋の両方に面した国家となった。またセラヤはニカラグアをグアテマラに代わって中央アメリカの指導的な国家にするために手を尽くし、エルサルバドル、ホンジュラスと共に1896年には中央アメリカ大共和国を樹立するが、1898年にはこの国家は崩壊してしまった。 セラヤは、その後独裁者として、長期政権を維持するが1909年、アメリカ政府を激怒させてしまい失脚することになった。セラヤ失脚後は、様々な政権が入れ替わり立ち替わりし、が結ばれると、ようやく建国当時から、パナマ案と並んでの候補だった、中米地境運河建設のニカラグア案が正式に放棄されることになった。1927年、 自由党の裏が保守党の政権に対してのを始めた。この内戦はすぐに停戦してしまったが、停戦後再びアメリカ海兵隊が上陸してくると自由党軍のアウグストセサル・サンディの将軍だけは、停戦に応じず選挙監視を行うために駐留していたアメリカ海兵隊、占領軍をニカラグア国民主権防衛軍で攻撃したサンディの戦争。サンディの戦争は、 ラテンアメリカ諸国の支援を受けての世界初の近代的なゲディラ戦争となった。アメリカ海兵隊は被害を恐れ、を要請し、海兵隊とともに国家警備隊がサンディの軍とジャングルの中でゲディラ戦を行うことになった。しかし、お互い決め手にかけたまま時間だけが経ち、ついに選挙監視の任務が終わったこと、世界恐慌の影響で、 ニカラグアに駐留する費用も惜しくなったことなどを原因に1933年アメリカ海兵隊が撤退してサンディの戦争は終結した。しかし翌1934年サンディのは国家警備隊隊長アナスタシオ・ソモサ・ガルシアに暗殺され1936年にソモサはクーデターを起こして大統領となった。 こうして、以降のニカラグアは1936年から1979年まで43年に、及ぶソモサ王朝の支配が続くことになった。なお、日本とは、1935年に、堀吉高初、大中ニカラグア日本公使が着任し、正式に外交関係が成立した。1937年に大統領に就任した、アナスタシオソモサガルシア、 タチヨは、傀儡大統領を据えて、政治と国家を私物化し、国家警備隊を利用した純然たる力の政治が行われた。第二次世界大戦の間には、敵性国民であることを理由に、ドイツ刑事主の財産を没収し、資材にするなどの一方で、大戦後には、隣国のコスタリカと二度、ホンジュラスと一度紛争を起こすなど、中央アメリカにおける、 ニカラグアの影響力を拡大することに余念がなかった。他長が詩人に暗殺されると、長男のルイス・ソモサでワイレが後継者として、実権を掌握した。ルイスは自由党、ポーランドズゴティをコントロールして、言論の自由の一部解禁や、福祉の拡充を行うなど、形だけでも、 メキシコの制度的革命党 PRI のようなポーランドズゴティによる一党独裁体制の体裁を取っていたが1963年に病死した。後を継いだタチョの次男のアナスタ氏をそもサでバイレ、タチ位トは純然たる力の政治を目指し国家警備隊による暴力を政権基盤として独裁を行った。1972年ににより、 首都マナグアが壊滅すると世界中からニカラグアへの義援物資が送られたが、立ち位とはこれをすべて、ソモサ一家とその関連企業の間で着服し、国民の不満は一層高まることになった。1936年から続いていた、モサ酒独裁への反対は1972年のマナグア王子市へのソモサ政府の暴力的な対応により拡大を続けていったが、 1978年1月に反体制派新聞社長のが政府によって暗殺されたことにより国民の独裁政権への不満は頂点に達した。武装を放棄したサンディニスタ民族解放戦線 FSLN 組織名はサンディの主義の意は中道、左派の幅広い結集を受けラテンアメリカ諸国と国際社会を味方につけ 1979年7月19日、アナスタシオ、ソモサデバイデ大統領は合衆国のマイアミに亡命し、第一次ニカラグア内戦43年間に及ぶソモサ王朝は終焉した。ニカラグア革命はニカラグア固有の条件に起因した独自の革命であり、社会正義を実現するために遅れた部分を改革するというところから始まったものであった。このため、 当初は、非同盟政策、混合経済、複数政党制などの国づくりを目標にして、キューバやソビエト連邦などの東側諸国から一線を、隠するつもりでいったが、次第にアメリカ合衆国や、ソ連や、サンディニスタや、国内保守派の思惑が入り乱れ、これが第二次ニカラグア内戦へと繋がっていった。人権外交を掲げたジミー・カーター。 合衆国大統領とは違って革命を敵視したロナルド・レーガン。合衆国大統領は自由で民主的な政権を作るという名目のもとエルサルバドル氏を掲げて中央アメリカに介入を始めた。また、オリバー・ノースがアメリカ政府とは独立した支援活動を繰り広げるなど水面下での様々な暗躍が噂された。アメリカ合衆国は経済援助を停止し、 CIA など様々な組織を通じて、旧ソモサ軍の兵士や、エデンパストラをはじめとするサンディニスタの反主流派、カリブカイノの先住民、ミスキート族などを、反政府勢力コントラに組織し、ニカラグアに第二次ニカラグア内戦を敷いた。1984年から1985年にかけて革命政権、国家再建会議から民政移管する形式が取られ、 選挙によって、サンディニスタ党首で、再建会議議長のダニエル・オルテガが大統領となった。このオルテガ第一次政権は、ニカラグア国内の鉄道を撤収し、大規模な私有財産の接収を行った。1986年6月、国際司法裁判所は、アメリカの主張を全面的に退け、機雷封鎖、コントラ支援を含むニカラグアへの攻撃は、 国連憲章を含む国際法に違反とする判決を下すが、ニカラグア事件、アメリカはコントラ支援をますますエスカレートさせる。11月、アメリカ合衆国のイランへの武器売却代金がニカラグアのコントラグループに流れていたことが発覚。イランコントラ事件。この時アメリカ合衆国の手先となって支援資金の洗浄をしていたのはアフガニスタンなどで、 反米武力闘争を行っていたウサーマ・ビン・ラーディンの兄であった。1987年のの合意に沿って、1988年3月、政府と反政府勢力問いの暫定停戦合意が成立した。1990年2月、国連による国際監視の下で大統領選挙を実施した。オルテガをはじめとするサンディニスタ幹部は、 この選挙での勝利を予想していたが、サンディニスタは、僅差で敗れ、国民野党連合、ウノのビオレータチャモロ候補が、初の女性大統領に選出された。4月に、チャモロ政権が発足。6月にはコントラが、武装解除、解体完了を宣言する一方、国軍、それまで、革命前の、反政府武装勢力時代からの名称、サンディニスタ人民軍を用いていたが、 と解消したが8万人から1万5千人に削減され内戦は実質的に終結した。サンディニスタ内ではクーデターを起こして政権を確保しようとする動きもあったが、オルテガ大統領はこれを制し、無事民主的な政権交代が実施された。その一方でダニエルの弟が国軍の最高司令官に留任するなど、サンディニスタと野党のお互いの妥協が認められた形となった。 1996年10月20日に大統領当選挙が行われ、自由同盟、AL、中道右派連合から、元、そもさの部下だった候補が当選した。1997年1月10日、アレマンシン政権が発足する。同時に、ダニエル・オルテガの幼女へのセクハラなど、FSLN 幹部の汚職がスキャンダル化し、MRS が分裂した。 2001年11月4日に行われた総選挙でエンリケ・ボラーニョス前副大統領が選出。2002年1月10日にボラーニョス政権発足。前アレマン大統領の在任時の汚職疑惑が社会問題化する。2006年11月5日に行われた大統領選挙でカトリック教会を味方につけ貧困撲滅を訴えた。 FSLN のダニエル・オルテガ元大統領が16年ぶりに当選した。2007年1月10日にオルテガは大統領に就任した。2011年11月6日、大統領選挙でオルテガ現大統領が再選されたニカラグア中央選管が7日に発表した。開票率86%の段階で、左派政党、サンディニスタ民族解放戦線。 FSLN のオルテガは約63%を獲得した。自転ウ派政党、プライの候補は約32%。2018年4月18日、オルテガ大統領が憲法上の手続きを経ていない社会保険法改正を実施。これに対し市民が反発、大学生中心の抗議デモが各地で発生。多数の死傷者が発生する暴動に発展。 4月22日に社会保険法改正令が取り消され、事態は一旦沈静化したものの、5月中旬以降、反政府派の大学生への弾圧を機に暴動が再燃。NGO によると暴動による累計死者数は少なくとも285名となった。政体は大統領を原首とする共和制国家であり、大統領は行政権を行使する。大統領候補は、 副大統領候補と共に立候補し、国民、満16歳以上の男女による直接選挙によって選ばれる。任期は5年。大統領の連続再選は従来禁止されていたが、2011年に現職のダニエル・オルテガ大統領が再選を果たした。憲法裁判所が憲法が保障する法の下の平等に反するとして、再選禁止規定を違憲としたため、 オルテガの立候補と再選が可能となった。2014年には国会が大統領の再選禁止規定を撤廃する憲法改正案を可決し施行された。内戦中は解放の進学の新婦が閣僚を務めたこともあった。現行憲法は1987年憲法である。立法権は複数政党制の一員正義会によって担われており、 議員は92人で、任期は5年である。司法権は最高裁判所によって担われている。主な政党は、サンディニスタ民族解放戦線、自由連合、サンディニスタ革新運動など。1927年に、アメリカ合衆国によって、それまであった国軍は解体され、新たに、アメリカ海兵隊の指導を受けた、国家警備隊が設立された。 国家警備隊は、そもそも一による、ニカラグア支配を支える重要な装置となったが、国家警備隊も1979年の、ニカラグア革命によって解体された。その後、革命政権によって新たに設立された、サンディニスタ人民軍と、反革命傭兵軍コントラとの内戦が1980年代を通じて続けられ、内戦による、兵力不足を補うために徴兵制も施行されたが、 1988年の停戦合意後にサンディニスタ人民軍は大幅に削減され、1990年に名称もニカラグア軍に改名された。ビオレタ・チャモロ政権時に徴兵制は廃止され、現在は志願兵制となっている。2007年の FSLN 政権の樹立後、反米を標榜するキューバやベネズエラのウーゴ・チャベス政権、エクアドルのラファエル・コレア政権、 ボリビアのエボモラレス政権との友好関係が強化され、同年中に米州ボリバル大大統合構想、アルバに加盟している。2008年9月にはロシア連邦に続いてアブハジアと南オセチアの独立を承認した。ニカラグアはパレスチナを承認しており、1985年に一時は国交を樹立した中華人民共和国と1990年に 断交してから、中華民国、台湾を承認している。ニカラグアは15県、デパートメントと、大西洋側の先住民ミスキート族による二時地,地、地域、リージョンオータナミスタに分かれる。15の県は153のムニシピを、ミューニセピースによって分割される。北アトランティコ自治地域と、南アトランティコ自治地域は、かつて単一のセラヤ県だったものが、 1985年のサンディニスタ政権とミスキート族との和平成立により、現在のように分割された自治区なった。主要な都市はマナグア、首都、レオンがある。地政面では、モモトンボ火山が属する山岳地帯の標高は1700メートル台、北部のホンジュラスとの国境の山岳地帯でも2100メートル台に止まり、東西の海岸地帯は熱帯ヒラノとなっている。 東海岸の中央部に湿地帯が広がり、一方、西海岸の中部はニカラグア湖が近い。カリブ海にはコーン諸島とミスキート諸島がある。ニカラグア湖は中米最大の湖であり、独立当初からニカラグア湖と東西海岸部を結んでパナマ運河のようにカリブ海と太平洋を結ぶニカラグア運河を建設する構想があり、 香港資金を利用する計画を政府が承認し、指導したが現在中断中とみられる。面積は 8029km、最大深度 70m、湖面標高 32m である。首都マナグアの北西にはマナグア湖が位置する。マナグア湖は工業化による環境汚染がひどくなっているが、マナグア湖から流れ出すティピタパ川がニカラグア湖に流れ込む。 ニカラグア湖南東部からサンフアン川が始まり、カリブ海に河口が開く。ニカラグア湖には多数の火山性の島がおり、水内最大の島はオメテペ島である。ニカラグアは全土が熱帯性の気候に属するが、標高や地域によって差がある。ケッペンの気候区分によれば、西海岸はサバナ気候、東海岸は寒気のない熱帯雨林気候に属する。また、 国土中央の山岳部は温暖湿潤気候に属する。西海岸では、雨季は5月から10月、寒季は11月から4月であり、高温多湿な気候である。一方で、北部山岳地帯では年間を通して過ごしやすい気候が続く。首都マナグアの年間平均降水量は1358ミ、mm、リメートルであり、特に雨季は高温多湿となっている。 労働人口の40%以上が第一次産業に従事しており、主要産業はコーヒー、バナナ、砂糖キビ、牛肉、葉巻など。北部山岳地帯のマタガルパ県、ヒノテガ県でコーヒー栽培が盛んである。近年は日本にも豆の輸出があるものの、コスタリカ産、グアテマラ産のそれには及ばない。北西部では砂糖キビの栽培やエビの養殖が行われている。 嗜好品であるが、ニカラグア産のハマキトラムシュフロアデキャンエイは、キューバ産のものに劣らないほどの高級品である。南西部の太平洋岸では観光業やリゾート、不動産業の進展が著しい。ニカラグアの観光産業は、近年急速に発展している。ニカラグアには、メキシコ、グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス、ベリーズのようなマヤ文明の遺跡は存在しないが、 代表的な観光地としては、マナグア、レオン、グラナダ、オメテペジマ、サン、フアンデルスール、高ン諸島などが挙げられ、近年はエコツアーも発展している。首都マナグアのルベンダリオ劇場、文化宮殿、サンディーノの途端でできた黒い像などが観光名所として有名であり、毎年4月にカルガバルが行われる。発電の76%が火力発電によっており、 その原料となる石油は輸入頼みであるため発電コストの上昇が課題となっている。2013年の円借換などにより水力発電 CFL への転換を進める。また電力価格の上昇により省エネ製品への関心が高いという。人種構成はメスティーソ69%白人17%黒人9% インディヘナ諸部族が5%となっている。アフリカ系ニカラグア人とインディヘーナはカリブ海側に集中しており、アフリカ系の先祖にはジャマイカから労働者として流入した者も,もいる。インディヘナの主な部族としてはミスキート族、スモ族、ラマ族、カリフナ族などが挙げられる。19世紀から20世紀にかけてニカラグアにはヨーロッパから移民が流入した。 ドイツ人、イタリア人、スペイン人、フランス人、ベルギー人移民などが日の手がや、エステリなどの太平洋側諸県に流入し、その地でコーヒーや砂糖、出版に携わった。その他にも中東からシリア人、レバノン人、パレスチナ人、パレスチナ系ニカラグア人、ユダヤ人が流入し、東アジアからも中国人、カ人や台湾人、日本人の移民もあった。 内戦中に多くのニカラグア人が国外に流出した。2004年の人口は約535万人であり、人口の80%以上が西部太平洋側のマナグア、レオン、グラナダ、マサヤ等に集中している。カリブ海側は人口密度が薄い。第二次ニカラグア内戦中に憲法が改正され、先住民族は母語で教育を受ける権利を有する。 スペイン語が公用語であるが、カリブ海側の旧援量の影響を受けた、モスキート海岸では、ミスキート族の話す英語、クレオール英語と、ミスキート語も話されている。ニカラグアのスペイン語は、トゥセオ、スセオよりもボセオ、バセオを用いる。その他に、移民によって中国語やアラビア語、ドイツ語、イタリア語なども話されている。宗教は、カトリックが58.5%、他には、 福音派プロテスタント23.2%、末日聖徒、イエス・キリスト教会1.9%、その他2.6%、15.7%が宗教を持っていない。国勢調査2005。内戦中に革命政権がキューバ政府の支援やブラジルのパウロ・フレイレの理論を取り入れていった。式事運動により、そもさ王朝時代までは50%ほどだった。 識字率は八十パーセントを超えるまでに改善したものの内戦の混乱や経済の崩壊の中で再び公教育も大きな打撃を受け二千三年の推計によれば十五歳以上の国民の識字率は六十七点五パーセントである。主な高等教育機関としてはニカラグア国立自治大学千八百十二年中米大学千九百六十一年 ニカラグア工科大学、1967年などが挙げられる。街角で警察官やガードマンが機関銃や散弾銃を持って警備している状況が日常的であり、治安は深刻である。2014年上半期の犯罪は、殺人593件、強盗、強喝2312件、強姦強制わいせつ1836件で、 発生件数は前年同期比で横ばいとなっているが、薬物犯罪は前年同期比15.2%増と増加傾向にある。全体の犯罪発生件数の4割強が、首都マナグアで発生しており、次に、マタガルパ県、ヒノテガ県、南大西洋自治区の順になっている。ホンジュラスとの国境沿いの山岳地帯では、麻薬組織と、警察、 軍隊の銃撃戦が多発するほか、山賊が現れるという。また、パンディージャ、パンディアと呼ばれる少年犯罪集団による犯罪も横行している。ニカラグアの文化は、基本的にインディフェナの文化とスペインの文化の融合によって成立しているが、カリブ海側のミスキート族など、英語を話すアフリカ系の人々の文化的な影響も大きい。ニカラグアの文学は、 先住民の交渉文学に根を持っていたが、スペイン人の征服語はスペイン語によって表現されることになった。ニカラグア文学においては、詩が大きな存在感を持ち、決して欠かせない存在として、19世紀のラテンアメリカ文学全体に大きな影響を与えたモデルニスモを代表する大詩人にして、スペイン語圏最高峰の詩人として知られるルベンダリオが挙げられる。 その他の詩人としては、フランシスコ・キニオネス・ススンジン、パブロ・アントニオ・クアドラ、エルネスト・カルデナルなどが、小説家としては、セルフィオ・ラミレスが挙げられる。パロ・デ・マーヨなどのフォルクローレがあり、民族音楽においては、アフリカ伝来のマリンバが用いられる。カリブ海側には、ガリフナ族のコミュニティもあり、彼らの音楽は、プンタと呼ばれている。ニューヨーク生まれのサルサも人気である。 著名な音楽家としては、フォルクローレのカルロス・メヒアイコール・ゴドイ、ルイス・エンリケ・メヒアイコール、ゴドイのメヒアイコール・ゴドイ兄弟、ノルマ・エレーナが出会う、サルバドール・カルデナルラが、ニカラグアにおけるヌエはカンシオンの担い手として挙げられ、また、サルサにおいては、マイアミで活躍するルイス・エンリケ・メヒア・ロペスが挙げられる。アメリカ合衆国の影響を受けて野球が最も、盛んであり、 キューバやドミニカ共和国、ベネズエラなどと同様に、デニス・マルティネスのようなメジャーリーグの選手を排出している。オリンピックは正式競技となってからは、アトランタ大会1回に出場したのみであるが4位と検討した。しかしワールドベースボール、クラシック参加国には2009年までの2大会は選ばれておらず、2013年大会と2017年、 大会は予選にエントリーするものの本大会に進めず。二番目に人気のスポーツはボクシングであり、こちらもアレクシス・アルゲリオのような多くの選手を輩出している。2012年にはバスケットボールニカラグア代表が中米選手権初出場を果たした。ニカラグア国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が一軒存在する。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。